タミヤ郎、ロウ、タミヤジ二郎、タミヤジロ1935年、昭和10年8月25日から1978年、昭和53年12月28日は、日本の俳優、司会者、本名、柴田五郎。1960年代から1970年代に、かけて、活躍、代表作は、映画、悪名シリーズ、映画、白い巨頭。 クイズ番組、クイズタイムショックの司会、テレビドラマ、白い巨頭など。身長180センチメートル、血液型 B 型。妻は、元女優の藤幸子。長男は、俳優、テレビレポーターの柴田幸太郎。次男は、俳優の富谷五郎。俳優の南川正は、父方のいとこ。大阪府大阪市北区出身。生後4日で、 住友財閥の大番頭だった父を失い、戦後間もなくカートも死別。そのため幼少から高校時代にかけては京都にて親族に育てられる。京都府立大木高等学校を経て学習院、大学生経学部経済学科卒業。学生時代は、シェイクスピア劇研究会に所属し、外交官志望だったが、大学在学中の1955年、昭和30年。 スポーツ日本社主催のミスター日本コンテストで優勝したことがきっかけで大英演技研究所10期生として入社。同期には加納淳子、市田博美がいた。1956年昭和31年ミスタースマートコンテストで空手を披露し、優勝、ファッション雑誌、男子戦下の専属モデルに応募し、合格、以後数年間は俳優業を兼ね活動する。 1957年、昭和32年に、本名の柴田五郎でデビュー。1959年、昭和34年、大英社長の長田正一がオーナーを兼務する毎日、大英オリオンズの強打者、タミヤ・ケ郎にあやかりたいという長田の思うに、強制される形で、タミヤ・郎と改名。長らく早くが多かったが、1961年、昭和36年に、 女の勲章、吉村孝三郎監督、山崎豊子原作の演技で注目を集めた。同年秋に、勝慎太郎と共演した、悪名、田中徳造監督、近藤高原作にて勝ちの相棒、モートルの帝役にされ、人気スターの仲間入りを果たす。モートルの帝は、続悪名、田中徳造監督、近藤高原作で絶命するが、その後シリーズ化が決定。 タミヤは三作目から、帝の弟、政治を演じ、マサル、タミヤコンビが復活、長きにわたる人気シリーズとなった。またこれらの演技が評価され、1961年、昭和36年のエランドール新人賞を獲得した。単成ナルックスと、身長180センチメートルで、スリムでありながら、筋肉質であることに加え、甘い2枚目から、 冷酷なエリート、ユーモラスな拳銃使い、ヤクザ、欲望のためなら、手段を選ばない悪役までもこない演技力から、犬シリーズ、黒シリーズなどにも主演、大英の看板俳優として活躍した。また若尾文子の相手役として、名画を多く残した。1965年、昭和40年に、黒の爆走、黒の超特急などで共演した、藤幸子と結婚。 1966年、昭和41年、白い巨頭、山本札夫監督、山崎豊子原作、大英作品で、財前五郎役を演じたことで、その名声は、決定的なものになり、昭和のクールガイと呼ばれた。同じ大英に所属していた、ビッグスター市川雷蔵とは一度も共演していない。理由は、社長、長田正一の方針によるものと言われている。 1968年、昭和43年、映画、不審の時、今井忠監督、有吉沢古原作、大英作品の宣伝ポスター、原案において、主役、130シーン中94シーンに出演の、タミヤの名が4番手扱いになってた。その序列は、若尾文子、大英の看板女優が頭、2番目が、加賀マリ子、松竹専属の女優、 タミヤより年下でありキャリアも後輩、止め、最後が岡田麻里子、東方や松竹で活躍後、当時は独立系の映画を中心に出演で、タミヤは止め前となっていた。いくつもの主演シリーズを持っていたタミヤは、誰が見ても大英遠大劇のトップ男優であり、彼にとってこの序列は譲れない大問題であった。タミヤは撮影所長に抗議したが、この作品は、 女性映画として売りたいからこうなった。私の首にかけてもこの序列を変えることはないと断られ、その場で副社長の長田秀正、長田正一の息子電話。すると、役者ごときが注文をつけることではないと叱責され、再び却下されたことからフィクサーとさえ言われる長田正一に対抗するためか、右翼の好み知りを伴い、長田正一と直談判する。すると、 主役のお前は頭に書か,かれるのが当たり前やとなった。しかし、首をかけてもと撮影所長に言われたのだから、俳優の私が辞める、歌所長が辞めるしかないとタミヤが言うに及び、マサチは、おい、思い上がるのもいい加減にしろ。お前は横綱、大関クラスの役者だと思っているんだろうが、まだ三役クラスの役者だ。人事に口を出すなと憤慨。結果的にすり直したポスターの序列は、 希望通りタミヤがトップとなったが、マサイチは契約を残したままタミヤを解雇した。ただでさえスター不足で経営難の大英はますます屋台骨が傾くことになった。記者会見では記者からタミヤを辞めさせて工業的に困らないかとの声が社長に飛んだ。しかし長田は失礼なそれほどの大物じゃないと反論、さらに五者協定を持ち出し、 他社の映画にもテレビドラマにも、タミヤを使わないように通達した。映画界から完全に干されてしまったタミヤは、家族を養うために、舞台俳優、司会者、歌手として活動し、肩やナイトクラブ、キャバレー周りなどの地方巡業もしていた。1969年、昭和44年1月9日からは、ネット系列で放送が始まった、クイズ番組。 クイズタイムショックの初代司会を務め、映画でのクールな雰囲気から一転したソフトなキャラクター、加えて、軽快で巧みな話術と、的確な番組進行が、視聴者の好感を呼んだ。また同年、東京12チャンネルの音楽番組、タミヤ二郎賞の司会も務めた。映画俳優としての仕事ができず、このようなテレビの仕事をすることは、この時代の映画人にとって、不本意とされていた。 一方、当時のテレビの家庭普及率はすでにほぼ100%に、近く、カラーテレビの普及も進んでいた頃で、他の映画俳優たちのテレビへの出演も珍しくなく、なる時期でもあり、タミヤの司会姿は視聴者たちの記憶に長く残る、こととなり、結果として、タミヤの名声を保つことにつながった。1969年、昭和44年6月でダイエート契約満了。 東映プロデューサーの春藤博史から誘われ、千葉慎一主演映画、日本暗殺広くに、藤井一志役で出演し、映画界へカムバックを果たした。苦境を乗り越えたことで自信をつけたタミヤは、長田正一に起きるまでになっていた。そこで、1971年、昭和46年に藤井を社長に据え立ち上げた、自身の個人プロダクション、タミヤ企画で、300キロの罠を、制作。 主演をしたが、ヒット作とはならなかった。一方の大英は1971年、昭和46年に倒産。それをきっかけに、すでに社用であった日本映画の観客動員数は、さらに大きく落ち込み、今に続く、テレビ時代となる。1972年、昭和47年には、TBS 系ドラマ、知らない同士で、テレビドラマへ、本格進出。 その後も、白い影、白い滑走路などの白いシリーズや、山田大地脚本、高原へいらっしゃいなどの話題ドラマに主演して、立て続けにヒットを飛ばし、ドラマ界でも花形スターの座を獲得。その頃になると、自身を、日本のハワード・ヒューズになると公言し始め、ビジネスに強い興味を持ち、生材界とも接触を持つようになって、ゴルフ場やマンションの経営を行ったが失敗。 1977年、昭和52年には、日映画作映画、イエロー・ドック、小畜の制作、主も言ったが不入りに終わり、多額の借金を抱えてしまう。大英時代の過労で結核を再発させてしまい、ペニシリン注射を打ちながら、撮影を続けたこともあった。タミヤだが、大英退社後はさらに休む場がなくなっていたために、次第に精神を病み、同年3月には、 精神科医の斉藤茂田から総鬱病と診断された。しかし、タミヤ自身は病気を認めようとせず、治療の薬も拒否したため夫人は飲んでもらおうと必死になったという。また、付き人に段ボールの箱ごと育毛剤を買いに行かせたり、ドラマの撮影シーンで髪の毛が濡れることを嫌がるなど、頭髪についても悩んでいたという。1977年、昭和52年冬。 tbs より、タミヤのキャスティング権を得た、フジテレビから企画を求められたタミヤは、原作の途中までしか映画化されていなかった小説、白い巨頭のドラマ化を強く希望し、これは三度目の提案であった、一度目は1969年、昭和44年、二度目は、その数年後に、ドラマ化の企画をテレビ局に持ち込んだ経緯があったが、最初は五者協定により、二度目は、 スポンサーの了承が出なかったために実現しなかった。映画、白い巨頭で、主演として、財前五郎を演じて、以来、富谷は常に高みを目指す財前の姿に自分を重ね、自身の本名と同じ、五郎であったこともあり、財前五郎を演じるのは自分しかいない、原作のラスト、財前の死までを演じきりたいと思い続けていた。かつて映画化の際には、 原作の財前の年齢設定よりずっと若かった。タミヤも、この時にはほぼ同じ年齢であり、気も熟していた。タミヤは、原作者、山崎豊子に直接願い、入れ、快諾を得て1977年、昭和52年11月には、ドラマ化が決定した。1977年、昭和52年12月に入ると、総状態に入ったタミヤは、 入れ込んでいたドラマ化への関心が薄れ、いかがわしいビジネスに熱中し始める。タミヤの事業熱が収まらないまま、ドラマ、白い巨頭は1978年、昭和53年3月26日に撮影開始、ロケーション現場の病院を自ら手配するなど、高いテンションで撮影に臨み、6月3日放映の初回は視聴率18.6%と好調にスタートした。 一方で、私生活は、あれ、な再建取り立ての中で、妻に不動産などの書類の引き渡しを求めて、激しく言い争うようになっていた。ドラマ撮影現場でも次第に、彼の不尊な態度に対して不安が広がり、スタッフがその引消しに躍起になったという。さらには、ウラン、一説には石油だとも言われているの採掘権を取得したと、主して、突如トンガへと一週間でかけ、 あわや撮影中止になりかけることもあった。また、撮影開始のあたりからタミヤ企画に、会社頃から頻繁に、金品要求があり、金を払わないと、山本洋子との不倫関係をマスコミに漏らす、新ドラマの宣伝をしてやるという脅迫電話がかかるようになり、6月にはタミヤから相談を受けていた、警視庁が捜査に乗り出す展開まで発展した、捜査の結果、立憲には至らなかった。 第18話まで撮影したところで撮影は1ヶ月の休暇に入り、タミヤは7月29日にロンドンへ旅行に出発。戻ってこないのではないかという周囲の心配をよそに9月8日に帰国したが、その時にタミヤはうつ状態に入っていた。9月17日から後半の収録が始まったが、テンションが高かった旅行前とは一転し、タミヤは泣き崩れて、 ばかりでセリフが頭に入らなくなっていた。妻やスタッフが必死に彼を励まし続け、共演者の協力もあって、撮影は11月15日に無事終了。財前五郎の死のシーンに際して、タミヤは3日間絶食して、すっかり眼患者になりきり、財前の遺書も自らが書き、それを台本に加えさせた。さらに、全身に白布をかけられ、 ストレッチャーに横たわる痛い役をスタッフの代役ではなく自分自身でやると主張してストレッチャーに乗った。収録後にはうまく死ねたとラストシーンを持参したという。この時期のタメヤに関しての寄稿記事が女性週刊誌などに都市伝説として複数掲載されていた。一つは、いわゆる M 資金詐欺に騙され巨額の借金を負ったことがその後の自殺の一つの 要因であると、右折。もう一つは、現実と役柄の境界が不明瞭となり、航空機にて、急病人が出て乗務員が医師を探すと、たまたま同乗していた民屋が、医師の財前だがと名乗り出たというもの。また、友人に電話で、十二チャンネルを買い取ったと発言したり、自宅を訪れた芸能記者に対し、電話機を指さしながら、 この電話は CIA と直に繋がっているのですよと述べたという話もは、息子の柴田幸太郎は2009年、平成21年、スーパーモーニング、テレビ朝日に出演した際に、金銭問題を含めた集文の内容の大半を否定しているが、2013年、平成25年に、週刊現代の企画で行われた、山本学部、生田悦子、柴田幸太郎によるで、 白い巨頭収録中に、タミヤが頻繁に、M 資金取引の電話をしていたことを、財前五郎の妻役で出演していた生田が証言している。生田によると、タミヤは撮影の合間によく、富士テレビの食堂で電話をかけていたが、使用していたのは10円玉しか入れられない、ピンク公衆電話あり、生田はタミヤからの要請で通話中は、両替に走っては、 そばで通話用の10円玉を手のひらに乗せて立っていたため通話内容がはっきりと聞こえたという。これに見かねてタミヤに M 資金の支払いを諦めるよう説得するとできない。来年1979年昭和54年になったらどうにかなるよ。でも来年はないかな年をほのめかす返答をしたため幾多は怖くなってプロデューサーの小林俊一に相談したという。 ドラマ撮影の間、9年にわたって、司会を務めてきた、クイズタイムショックを1978年、昭和53年9月28日放送分を、もって降板。病状が改善されないこともあり、自ら申し出たもので、司会者は、山口隆史へ引き継がれた。白い巨頭撮影終了後の富屋はすっかり、虚脱状態になり、財前五郎の後に、 どんな役を演じたらいいかわからないトッププロデューサーの小林俊一に漏らすようになっていた。しかし、自殺3日前の12月25日には、同ドラマの仕事仲間3人、タミヤと花森恵子を演じた大地義和、プロデューサーの小林俊一で食事をしており、大地と小林はこの時のタミヤの様子について、かなりの上機嫌で、自殺する気配など全く感じられなかったと語っている。 また、同ドラマで、柳原博を演じた、高橋長英も12月下旬にタミヤと六本木へ、飲みに行っているが、高橋によると、その時も、タミヤは、機嫌が良く、自殺の兆候など全く見られなかったという。ドラマ、白い巨頭の放映が残り2話となっていた1978年、昭和53年12月28日の午前中。 南青山のマンションに住むタミヤ夫人から連絡があり、タミヤの付き人は体調を崩したタミヤ夫人の母親を病に連れて行き、港区元麻布のタミヤ邸に戻ってから、そのことをタミヤに報告する。お昼近くになっていたこともあり、お腹が空いたというタミヤのために、赤坂の洋食店に弁当を買いに行ったのが生の、タミヤと交わした最後の言葉だった。一階のキッチンで、お茶を入れ、 弁当と梅干しを乗せたお盆を持って2階に上がり、寝室の前で声をかけたが応答がなく、しばらくしてドアを開けると、タミヤはベッドの上に仰向けで横たわり、米国パックマイヤー車製の上下2連式クレー射撃用、散弾銃で自殺を遂げていた。43歳だった。付き人が発見した時、タミヤは苦悶の表情を浮かべほとんど息もしておらず、 股関節のあたりまで掛け布団がかかっていて、布団の下から重厚が覗いていた。部屋は血の海になっていたという報道もあったが、実際はそこまで血は流れておらず、タミヤの体の左側に血が散っているという感じだったという。月日と慌てて、119番通報を、そして六本木にあったタミヤ企画の事務所に電話をした。寝室の隣の書籍から、 遺書も見つかり警察は自殺と断定。タミヤの死亡が確認されたのは13時50分頃で、マスコミには14時過ぎに、タミヤ領中自殺の一報が入った。奇遇にもこの日は14時から、日本テレビ、関東ローカルでタミヤが出演した映画、花と竜、第1、1973年公開、小竹が放送されていたため、この映画の放送中に、 タミヤ自殺のニュース速報が流れることとなった。また、関西地区で14時から放送していた、スタジオ2時、毎日放送制作、一部 TBS 系列局にも、ネットでは、大木高校の同級生である森の服を、初代の口から直接タミヤの両重自殺が、速報として伝えられたが、森のはその場で、悔しさのあまり原稿を叩きつけて号泣した。その夜に、 カリツを済ませ、翌29日の午前中に、遺体の検死、その夜に通夜、そして30日に密葬を行い、年明けの1979年、昭和54年1月12日に告別式を行った。三段銃の引き金を足の指で引いたとされているが、その当時、付き人曰く、タミヤの手元には銃はなかったはずだという。 タミヤは、銃は妻に取り上げられて、どこにあるかわからないといったこともらしていて、自宅に置いてあった銃のケースに、中身が入っている形跡もなかったという。葬儀数日後に、形見分けがあり、付き人が、タミヤ邸に手伝いに行った時、クローゼットの中から三段が入った箱が見つかった。葬儀後しばらくして、タミヤ夫人から付き人宛の遺書だというものが手渡された。ごく普通の便箋に書いてあり、 日付も、タミヤのサインもなく本人の筆跡かどうかもわからないが、僕のセーターで気に入ったものがあったら、持って行って使ってくださいと書かれていたとい残された遺書は妻、息子たち、二次の家庭教師、二人の弁護士、タミヤ企画顧問、奈良岡智子、木澤慶一宛の八通あったとされている。そのうち妻へ宛てた遺書には、感謝の言葉とともに、生きることの苦しみと死への恐怖が綴られ、 病気で倒れたと思って諦めてほしいと書かれていた。次男のタミヤコロウエは当時から俳優を志していた。彼に俳優になるなら人間を知ってからとの言葉を生前に残していた。このタミヤの自殺は大きな衝撃をもって報道された。タミヤも映画化された際に出演した小説華麗なる一族山崎豊子原作において万病徹底が 寮中自殺をする場面があり、山崎は、タミヤの死を電話で知るとすぐに、寮中でしょうと悟ったという。映画、華麗なる一族ではタミヤが望んだ万病、鉄兵役が叶わず、死者会の後で、僕ならもっとうまく寮中自殺をやれるの、と話していた。また、生前より、自宅の居間で妻を前に、こうすれば死ねるんだと寮中を抱きかかえ足の指を、引き金にかける真似をしていたことがあった。 この報道家中での放映となったドラマ白い巨頭残り庭は,は皮肉にもさらなる注目を集めることとなり視聴率は上昇して最終話は31.4%を記録。結果多くの人々の記憶に残り視聴率的にも大成功を収めることとなった。マスコミの報道の中、長文には大英時代の同僚で親交のあった宇津井健と藤巻潤。 勝新太郎、中村玉夫妻、藤村志保、松坂慶子、若尾文子、三条三木らに加え、当番組で共演した山本学加藤義美、小沢栄太郎、中村信夫、二人とも映画版で共演、清水翔吾、島田洋子、金子信夫、渡辺文雄、小玉清北村和夫、北林谷恵、夏木洋子、友野淳三郎、三輪昭弘、 よろずやきんのすけ、もりみつこ、くぼなおこ、いわしたしま、くさぶえこうし、あわじけいこ、たかはしちょうえい、かやまゆうぞう、もりしげひさや、すがわらぶんた、たむらたかひろ、みたよしこ、やちぐさかおる、なかむらめいこ、うめみやたつお、じょうひでき、なかのりょうこ、たけしたけいこ、かたひらなぎさ、まつばらちえこ、きゅうみつこ、いしはまあきら、なかにしあや、さとうぶんしょう、いとやまえたろう、 ピンクレディーラが駆けつけた。葬儀委員長は、曽我野や明ら長が務め、名長と勝ちの二人が長字を読み上げた。また、ドラマ、白い巨頭で、花森恵子を演じてタミヤと共演した、大地清子は、タミヤの家に向かって、あんた、バカねえといい自殺を嘆き、勝ちはマスコミに対し、さぞせ伸びして、どれほど苦しんだか、とタミヤの胸の内をお代弁した。解明は 清光院法府丸らは、栄域は無割れ故事。墓地の所在は、柴竹代々の墓地。生まれ故郷である京都の方根にある。タミヤは自殺の10ヶ月前に、生命保険に加入したが、加入から1年以内の死亡は、保険金支払いの対象外であったため、本来なら支払われないはずの保険金が、総鬱病による自殺と判断され、特例で3億円が、遺族に支払われた。 この一件は物議を醸すことになり、国会でも議題に取り上げられるほどの騒ぎとなった。自殺場所となったタミヤの自宅は後に解体され、跡地は現在、妻の藤幸子がオーナー経営する外国人向け賃貸住宅になった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。